ちは。こんにちは。いや。こんにちはです。昨日話し会がこちらこそ来てくれてありがとう。新一さん、シャボン玉ありがとうございます。こんにちは。今日はね、ちょっと明日のお仕事のためにあの前乗りして時間があったので夕方配信いたしましたよ。こんにちは。ゼータン、ありがとう。ふーちゃんロス中さん、ハートありがとう。マッツさん、タコ10個ありがとう。今日一人ぼっちでめっちゃ寂しいの。孤独なんですよ。孤独のパセちゃんなので構ってください皆さん。トールさん、お疲れ。シーチさん、ビーチボールありがとう。孤独よ。今着いたんですけどね、そう、午前中に家を出たのに着いたの今っていう、うん、タイムスリップの気持ちです。頑張ってけろ。チーム4公演見に行ってくる。わ、いいな、羨ましい。おたかついな。いいな、いいな。今日はね、私は移動でだったので移動の日でした。こんにちは。昼ご飯を新幹線で食べたけど、12時に食べたぐらいで、まだ何も夜ご飯は考えてない。何にしよう、多分コンビニですね。コンビニご飯だな。ねえ、外暑いよね。マチャルさん、断りです。クアドリさん、シャボン玉ありがとう。さとこさん、レインボースターありがとう。ひろっちさん、水鉄砲ありがとう。配信が終わったら食べる。まだそんなお腹空いてないので、普通に朝昼ご飯は食べたから大丈夫だよ。こんにちは。ふくちゃん、お疲れありがとう。ピキヤくん、シャボン玉ありがとう。みんな夕方まだ仕事中とかかな。ごめんよ、こんな時間で。今日はアイス1個食べました。もう集合時間に食べた。集合ね、早く着きすぎちゃったんですよ。ね、35分前とかに着いちゃって、早すぎたと思ってアイス買って食べようと思ってさ、アイス買って集合場所行ったらもうスタッフさん来ててあれ早かった。台湾ジョジョさん、ペンライトありがとう。浦部さん、タコありがとう。仕事サボり中？サボり中なの。アイス食べ終わりました。何アイスですか？モナカアイス食べました。わあ、いいね。なんかさ、ノアピがね、昨日アイスをおすすめしてくれて、 2.5 期生のモロクズノアちゃんがアロエヨーグルトのアイス食べててさ、アロエ好きなのって聞いたら、めっちゃ美味しいんですよって言ってたから、ちょっとそれ食べたいなって。セブンイレブン限定なんですけど気になっております。ノアピのおすすめアイス。パセリ、明日お仕事です。それの前乗りで一人ぼっち。シュンさん、アイス10個ありがとう。ありがとう。なっちゃんも食べてた。なっちゃんもみんな食べてる。
まだ言えないやつ？いや、お仕事は基本的に何も言えないやつ。何の仕事でも言えないやつだよ。レッスンが明日あろうとも明日レッスンですとは言えないし、何もいつも通りです。お仕事が終わったら報告するシステムだから何も言えないけど、こんにちは。そう、フルーツポンチ買いに行ったら売り切れだったね。あれ美味しそうよね。美味しそうだよね。クロさん、お疲れありがとう。こんにちは。防犯上とか何も言えない。わあ、お待ちください、そういう情報は。鍋は美味しいけど熱いね。鍋いいよね。鍋かサラダか食べたい。刺身か食べたい。気持ち。お昼はフルーツとイカを食べました。組み合わせがよく分かんないけど、スーパーで買って食べた。みんなもお疲れ様。昼休みさん、バラありがとう。お疲れ様です。今日はゆっくり、うん、ゆっくりな、うん、ゆっくりはできないかもだけどって感じです。明日のお仕事の準備でも汗汗してる感じです。ゆっくり、心的にはゆっくりじゃないけど時間的にはゆっくりって感じ。いつもだったら前乗りの時は夜中、日付変わるからそれぐらいに着くんですけど、そう思ったらゆっくりだけど、もう心的には全然ゆっくりじゃない。ふい、こんにちは。かまちゃん、アイスありがとう。さとしさん、ハートありがとう。陣内さん、お疲れありがとう。一人ぼっちっていうのは今ここに一人ぼっちってことですよ、みんな。みんな土地勘もなくて分かんないから、一人ホテルにいるしかなくて、一人ぼっちだから構ってって言っただけだよ。みんななんか勝手に自分なりに解釈してるみたいだけど、ショールーム一人だからかまってってことだよ。ざるそば、こんにちは。しりとり、こんにちは。こんにちはのしりとりの場合って和になるんですか、歯になるんですか、どっちですか、どっちどっち。こんにちは、和でつなげるの、歯、歯でやるの。こんにちは。花火、琵琶湖、子豚、タヌキ、キツネ、猫、コアラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリ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 ラ。いた
旦止めます。トマト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 、これはメンバーさんっていう芸人さんのネタです。メンバーさん、リンゴゴリララッパバーゼリー、シーナリンゴゴリララッパバーゼリー、カプレさんハートありがとう。そう、これはソラハさんのラジオがね、共演されてる方なんですね、メンバーさんっていうのが。木曜日の声ラジ担当がソラハさんとメンバーさんなんですけど、でソラハさんの妹ちゃんがすごいね真似したがるらしくてハマってるんだって。こんにちは。なんかね、こっち着いてからさ、番組表つけたんですよ。なんか私ホテル着いたらテレビつけないと怖くてお化け出そうで、だからねつけたんだけど、科捜研の女からの相棒か何かのねテレビあったよ、再放送が。よっしゃーと思ってつけたら終わってた。都会のテレビってさ、終わった番組も番組表に載るんですか？つけたら終わってましたわ。見たかったな、見たかったですね。こんばんは、おかえりなさい。絵は飾ってないかも。ラッキーラッキーラッキー、ないわ。絵があったら怖いから、よかった。そう、お化けテレビから出てくるから、テレビはね寝るときもつけてますよ。私は寝るときもテレビをつける派。ホテルではね、家では絶対しないけど、怖いのでね、本当に。お化け見たことあるよ。なんかちっちゃい頃にね、車の窓に手のひらがバンって映ったので、お母さんにそれ言ったら、そんなものないって言われて、でお祓いに連れてかれました。パセリは霊感ないです。お父さんが霊感強いんです。お父さんはすぐお化けを見るんですよ。昔から単身赴任中とかに玄関に女の人がいたりとかしたらしくて、今は単身赴任してるんですけど、あのテレビが勝手についたり消えたりするし、あのお風呂の方で物音がしたと思って朝起きたら電気がついてたらしいし、結構なんかいろいろ起こるそうですよ。青い火の玉見たことある？え、青い火の玉って存在するんだ、すごー。どこで見たの？青い火の玉。すごいね。アニメだけの世界かと思った。ジバニャンのさ、あれじゃん。なんか周りにさ、尻尾か。あるやつでしょ。え、待って、お化けの話したら出るっていうから、ちょっとやめよう。怖いんだって今日、一人ぼっち。確かに、鑑定が必要だな。本当だね。ここ CS とか見れるのかな、わからん。ちょっと待ってね。ぴょん。見れないわ。見れません。地デジのみでした。8月からね、私の大好きなドラマがねまた始まるから楽しみなんですよね。科捜研の女っていうんですけど、楽しみ。8月
ワクワク。8月はツアーもいろいろあちこち行けるし、楽しみたくさんです。福岡もあるし、東京、あとは新潟、違う、名古屋だ。名古屋、福岡、東京だね。楽しみ。こんにちは。夜は鍋食べます。やっぱ鍋いいよね。ホテルだからコンビニで鍋を買ってくるか。良平さん、ありがとう。うちのおかんも科捜研好き。おかんとお話ししたいね。科捜研好き、身近にいなすぎて。そうですよ、リッツパーティー。そうですよ、よく科捜研のあの CM がリッツパーティーしてるわ。いちごちゃん、いちごちゃん見てるの科捜研。緊張しちゃうわ、喋りかけるの。科捜研見てるのって言ったらいいのかな。しーちさん、お断りです。あ、ルヴァンパー、そうじゃん、ルヴァン。科捜研トーク。エアコンつけてるんだけどさ、ホテルちょっと寒くなってきた。すき焼き、わあ、そうめん、わあ、わあわあ、こんにちは、こんにちはです。冷え冷えだ、寒いね。なんかさ、こういうお泊まりの時とかさ、すごい孤独を感じるんですね。でも最初広島に引っ越してきた時もそんな感じだったんよ。なのにいつの間にかさ、それがなくなっていって普通になってたから、変な感じ。そう、消すと熱い。温度上げたらいいのか。ちょっと温度上げましょう。2度上げました。変わるかな。2度上げてみた。クワトリさん、レインボースターありがとう。そう、今日黒、ズボンも黒、真っ黒黒すけです。パスよ。こんにちは。そう、孤独を感じてしまうね、本当よ。私さ、こういう孤独を感じてる時ってペットボトルの水が怖くなるんですね。ペットボトルの水怖くてさ、わかる？多分わかる人少ないと思うんですけど、昔から言っとるやけど、これね、なんかコロナ療養中とかも本当に怖くて、ちっちゃい頃からなんですよ。お風呂とかもね、怖くて過呼吸になるですよ。わかんないけど、なんか溺れそうになるの、ペットボトルの水を見るだけで。ペットボトルを見ただけで怖くなるやつに今日またなっちゃって、久々に1年ぶりに、ね、でもさ、さっきね、怖すぎて不安になったからヤフー知恵袋で検索したら仲間がいっぱいいたから、それでちょっと安心した。そう、水怖いんですよ。あのね、今日朝風呂したんですけど、その時もなんか急にお風呂のとこにいたら怖くなっちゃって、ドア開けれないと怖くて。そう、たまになるんだよね。ちっちゃい頃は毎日なってたけど、最近たまになる。怖いよ。ヤフーで調べたらさ、知恵袋で調べたら、なんか前世水で溺れて亡くなったからみたいな書いてあって、ほうほう、ね、ダルさん、アイスありがとう。みんなもなんかある？顔に風が吹かると息が苦しくなります。
そうなの？パスタ水だな。誰かと一緒に住んだ方がいい。誰と？みんなと？海は、怖くないかな。海とか川はね、そんな怖いと思わないけど、ペットボトルの水、水筒、コップとか怖い。お風呂とか怖い。お風呂？お風呂怖いですか？私も怖い。ピエロ？え、私もピエロ怖い。あと着ぐるみ着ぐるみというものは存在しませんが、この世には中の人なんていませんが、着ぐるみ系もたまに怖って思う時あります。こんにちは。でも最近はだいぶなくなったけど、中学生ぐらいまでは怖かった。止まってる水も怖い。でもシャワーから出る水とかも怖い。水道の水も怖いかも。流れてるやつ共感者が見つかるといいな。なんかさ、そういう人がいるって思っただけでちょっと安心するんですよね。ねえ。雪を見ると怖くなる。それはないね。雪はなかった。でも雨は怖いかも。リコちゃんの着ぐるみ。枝豆、あれは中の人います。工藤リコです。あれはいるね。中の人、熱中症大変ですよね。中の人たち、中の人なんていないけど、いませんが大変よね。今日さ、もうメイクする記憶もなくてさ、マスクしてずっと過ごしてたから、髪もボサボサボサ。こんにちは。部屋にミッキーが来てくれるサービスがある。すごい。ダルさん、ありがとう。ちっちゃい頃のね、大号泣してる写真とかいっぱいある。夢の国とか、あのサンリオのハーモニーランドとか、大号泣の写真ばっかりある。やっほー。課題の映画撮影で使った着ぐるみがある。すごーすごいな。課題、そういう系の学校だったの？そうよ。だってさ、ちっちゃい子からしたらテレビで見てるキャラクターってこんぐらいのサイズ感で認識してるわけですよ。なのにテーマパークに行ったら自分の何倍も大きいキャラクターがさ歩いてるわけじゃないですか。そりゃびっくりするよね。ファンが2個ついてた。大丈夫？その発言をして消されたりしませんか？大丈夫ですか？だるま？私は日本人形が怖かった。おばあちゃん家とかにあるこけしとか。長崎？なまはげ？そういうのない気がする。ないかな。多分伝統的なやつってことよね。ないな。ふーちゃん、ロス中さん、だるまありがとう。パセリにもファンがついてますね。みんながついてる。ラブ&ベリーカフェ、うわー、沖さんと絶対に行きましょうって言ってんの。お邪魔女ドレミカフェとラブ&ベリーカフェ、
でも行ける日がなさそうすぎる。行きたいよ。ポキポキ。ポキさん。世代が一緒だったから話が合うね。こんにちは。ね、髪が伸びるっていいよね、こけしとかね。あと人形を捨てるとさ帰ってくるって言うじゃん、ぬいぐるみとか。それも怖い。ちゃんとさお寺に持ってかないといけないって言うじゃないですか。今日も可愛いかも。ありがとう。ありがとうございます。採血、私採血、あ、でもあれは採血じゃないか。予防注射はガン見するタイプです。見ちゃうんだよね。見ないと逆に何されてるか分かんなくて怖いから見ちゃう。見ちゃうんだね。採血したことあるのかな私。でもね貧血なんですよ。人に血をあげるほど多分血がないんですよね。ないかもしれない。逆に体調崩しちゃうかも私が。カッツン、お断りです。こんにちは。採血、ねえ針見ちゃうよね。すごいよね血管見つけるの。緊張しちゃいそう新人の時とか。だって先輩とかにさ見張られてるわけじゃん。新人時はさドキドキして逆にもう普通に力が発揮できなくてさあたふたってして。すっぴんです。ミシェルボーイさんお断り。終わりだ。庭に袋ゴミが舞い込んでいたので近くの公園に捨ててきたら30分後また庭に戻ってて怖かった。怖っ。それは怖いですね。え、それはもう意図的に置かれているってことね。新人、何でも新人ってさ何も分かんない状態だからさ優しくしなきゃだよね。こわー袋。こんにちは。HKT さんのライブ見れてないんですよ。昨日話し会だったから見てないんですよ。カジヤさん誰もありがとう。でもファンの方がお話し会で全部報告してくれた。昼の部終わったよって、一期生は誰々が来てこういう演出だったよ、この曲やったよとか、メンバーが客席に来てどうとかこうとか全部教えてくれました。夜も楽しんできてねって言って普通にネタバレを教えてもらった。教えてって言って全部教えてくれました。こんにちは。やっぱね生の声はいいですよ。レポしかも直後だったから今終わったよって感じですごい楽しそうだった。全部教えてくれた。研究生が昇格したんよみたいな、何人かだけ言ってて、誰って言ったら誰々ちゃんと誰々ちゃんとって、あー話をしました。昨日はなんかさ自分たちって全員で昇格したんですよ同期だからさ、結構レアじゃないですかそれって。私がファンだった頃とかは何人かしか昇格できないとかが普通と思ってたから、私たちはさ昇格がもう決まって
昇格ができるかどうかツアーみたいなのもあったし、なんかさ異例の昇格って感じだったけどね。同期の中で昇格できる人とできない人と出てくるのも大変。そうよ、レアよ。編集してる最中頑張って頑張ってください。あ、いいな、もがみさんください。かわいい写真撮れてたらください。ねえ、 HKT さんとかさ、初期の頃とか1期生だけど新しく入ってきた2期とか3期とかと一緒に研究生してるみたいなのも普通だったから、それがね、わー、こんにちは。なんかね、昨日ね STU のブログを見たんですよ。そしたら3期生の子が全員が昇格できますようにって書いてて、あの七夕のお願い事に。それを見て、あのそういえば自分たちはそうだったなと思って、懐かしくなってた。あ、セレクションね。カッツン、お断り10個です。シーチさん、レインボースター、ありがとう。ね、NMB さん、なんか組閣しましたよね、最近。2日前昨日とか。組閣あったよね。組閣、組閣。ST は組閣がないもんね。あれやん、ユニットぐらいか。ユニット組閣。最近はハロウィンにあったね。ハロウィンに4人の配属先決めるみたいなやつがありました。 2.5 期生のユニットどこにしますかみたいな、くじ引きみたいなあったね。そう、チーム制度ないよね。ゼータアイスありがとう。組閣ね、確かに組閣さ、なんかね、グループの垣根を越える組閣あったじゃないですか、昔。すごいよね、決断する人もそうだしさ、それを辞退する人もさ、どっちもすごいなと。大変よ。あと急にさ、明日からあなたは違いますみたいな感じになったらびっくりしてさ、ね、そう、海外とかね。そうよ、こんにちは。ユニットシャッフル、せっかく。確かにね、乃木坂さんともあったよね、生駒さんと、あと松井玲奈さんが乃木坂さんに行ったよね。県民ね、亡くなったね。確かにキャプテンと言われたらどうする。自分がいかに向いていないかを説明して、ちょっと無理かもしれない。いや、その前にまずどうして選ばれたかを聞いてからか。いや、そんな無理だね。元気ですか？元気です。
元気だよ。なんかお腹空いてきたかもしれん。でも夜ご飯何が食べたいかわからない。ぬくまないもので美味しいものがいいな。メイク変えた？メイク今日してないです。昼休みさん、だるまありがとう。何食べようかな今日。何かな、手巻き、手巻き寿司、ゆで卵。しっかり食べるよ。でも昨日食べ過ぎちゃったからね。ちょっと今日はお昼は少なめにヘルシーにしたけど、昨日がねお弁当、お弁当だったのでね。しかも差し入れの卵パンがめちゃくちゃ美味しくてさ、忘れられないんですよね。帰りにね、昨日8時間目まであったからお話し会が残ってたんですよ何個か。でマネージャーさんが卵パン欲しい人って言ったんよ。でバッて振り向いてしまったけど、やば、振り向いてしまって恥ずかしいと思ってなんか言えなくなっちゃって、それで遠慮してしまった。あれはなんかね、麻布十番にあるお店の卵パン、超美味しかったの。食べてみて。昨日メールで送ったんですけど、中がシュワシュワでさ、めっちゃ美味しいの。なんかパンだけど、パンじゃない、あれはカステラに近い、うん、ケーキに近いかな。パンではないあれ。もうめっちゃくちゃシュワシュワ、ふわシュワ。食べたい。またコカジアさん、だるまありがとう。食べてみて、みんなもぜひ。そう、元末の卵パン、それね、フレンチトースト食べるのおすすめって書いてあった。あーね、ソラハさん昼配信で食べるって言ってました。そういえば食べて、めっちゃ美味しいよってお話し会中に何回も言ったのに、休憩中に。でも明日食べるって言って、美味しかったよって自撮りまで来てました自撮りも切ってたよ。お高いのかあれ。すごい、キングレコードさん差し入れさ、いつもなんかセンスが良すぎて、自分じゃ選ばない系統のさ、和菓子とか洋菓子とかいろんな系統のやつをくださるので、すごい美味しい、美味しい思いをしている、いろんな意味でシンプルに美味しいってやつもあるし、あの東京とか行かなくても広島にいて都会のものを食べてて美味しい思いもしている。こんにちは。そうよ、ソヤハさんはねお出かけで、だから全部報告済み今日何するか、明日何するか、全部報告済み。そうよ、 PR 舞台のグルメ担当さ、もう大変大変だったから、あれがあったからより差し入れとか見るとさ、感謝の気持ちがもう今までが100としたら150ぐらい、いや250ぐらい、もう結構高まりましたよ。鶏肉と夏野菜のホイル蒸し、わあ美味しそう。でも今日はホテル泊まりなので、コンビニか出前か、でもさ、ウーバーとかするの高いじゃないですか。サラダ屋さん調べたけど、さっきびっくりびっくりだったから、お値段がね。
ーさん、お疲れごくありがとう。スーパーだったらちょっともうちょっと遅い時間の方がお得かなと思ってかなと思って、ちょっとね先に配信しちゃおうと。こんにちは。出前アプリはねいろいろ使ったことある。長崎はねなかったんですよ、当時私がいた頃。あったかもしれんけど、そんなに普及してない時だったから。広島に来てコロナ禍になって多分どんどん普及したからいっぱい使ったけどさ、でもやっぱさ自分で買いに行った方が安いじゃないですか。でそれでウォーキングを兼ねて自分で買いに行くようになっちゃった結局ね。割引狙いで遅めに行ったら何もなかった。そうなんよ、それがあるんよ。あこの時間は3割引きだからもうちょっと待ったら半額の時間だと思って行ったらもうないみたいなあるやつね。そうなんですよ、あそこが戦いなんですよ。3割で買うかもうちょっと待つか。今日は歩いてないです、今日は移動です。移動。最近パセリ割引買わなくなったねってお話し会で言われたけど、言わないだけで割引しか買ってないよ本当に。パセリ最近なんか昔はもっと半額買ってたイメージだけど最近は買ってないよねって言うけど、めちゃめちゃ買ってるから安心してほしい。私にもねちょっと恥じらいというものが出てきまして、なんか半額ばっかり買ってるのちょっと恥ずかしいなと思っちゃって、内緒にしてるだけだよ。めっちゃ買ってますね。そう、新春期ソルハさんとかと半額狙いでスーパー行ったりするよ。お刺身とか、私がお刺身食べてる時大体半額のやつ買ってますよ、安心して。そんな、私この前スーパー入った時にさ、もう閉店の30分前とかだったんですよ、スーパーで。お客さんがあんまりいなくて、レジで店員さんが2人ぐらいいらっしゃったんですけど、そしたらね、あアイスがみたいな言ったんですよ、私が入ってきた瞬間に。え待って、もしかして私この店でアイスっていうニックネームで呼ばれてんのかなと思ってめっちゃ恥ずかしくて、でその日もアイスを買いに寄ったんですよ。だからさ、あ今からアイスのコーナー行くけど恥ずかしいと思って入った瞬間にその単語がさ聞こえたから、いや私アイスって呼ばれてるんだと思っていや絶対そう呼ばれてると思う、だってしょっちゅう買ってるから。しかも毎回ジャイアントコーンとチョコモナカジャンボ買う人だから、ね、絶対でもう認知されてますよ。支払い方法もいつも同じやつ使ってるしさ、恥ずかしい。あとさ、公演終わりとか握手会、あお話し会終わりに行くんですよね。だからさ髪型とかもちょっと普段いないようなさお団子とか結構綺麗系な、なんていうの、メイクさんが施してくれた作品というかね感じだから、絶対にさバレてるんですよね。買いづらいわ。そう目立っちゃうの。アイスの口づけ歌いたい。アイスの口づけ、私がセンターね。やりたいよ。ねバレちゃう。
ジェノラゴサお断り。え、絶対バレてると思う。絶対バレてますよ。STU のさ行動範囲ってさ大体同じじゃないですか。みんな例えば事務所行くにしてもレッスンするにしても結構同じコンビニ使ったりするじゃないですか。だからさ絶対におかしいじゃん。すごい汗かいてる、まあ、冬とかでも汗かいた半袖の女の子たちが一気に来たりして休憩時間絶対にもうバレちゃうよね。バラちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。パセの家の冷凍庫はアイスは0個です。ゼロ。PR 物販の前に出てたグループの一人がアイス担当だった。誰だろう。あら、アイス担当。じゃあ私もこれからアイス担当として生きていこうかな。よくさアイドルグループさんって色があるじゃないですか、赤色とか。だからなんかテレビとかさフェスとかで気になったらどこどこのグループの何色の子って覚えるじゃん。だから私もそうしようかな。アイス担当です。 STU のアイス担当の子冷凍庫在庫は常にゼロです。ある時はない、ずっとゼロ。確かに半額さんよりはアイスさんの方がまだいいかもしれない。確かにね、確かに。アイス担当、私緑結構衣装とかさ緑になること多いじゃないですか、パセリだから。アイス担当になったら何色だろう。白、バニラ、アイスの代わりに冷凍フルーツ買って食べないの。食べる。去年とかそうしてた。去年は PR 舞台のレッスンとかでもうさ鏡に映る人が細い人しかいなくてやばいと思って食べてた。冷凍フルーツ、やばいやばいやばい、汗汗汗汗って。冷凍パイナップルと冷凍いちごとか食べてたよ去年はね。ね、冷凍パイン美味しいよね。あの棒状のやつ、スティックのやつ、あれが美味しい。アイス好き1位を競ったら勝てる自信はあります。ある、絶対勝てるよ。なんかさマンゴーにチョコかかってるやつリコチのおすすめらしいんですけど最近見なくなっちゃった。小林さんハートありがとう。今は何何時ピョン。今は5時48分でした。5時48分。孤独のグルメ全話一気見が始まった。みんな孤独のグルメの全話一気見が始まったよ。マンゴーのシーズンそろそろ終わり。え、そうなの。そうだったのか、よかった。スイパラで食べといて。マンゴー仕事中頑張って。冷凍ブルーベリーとヨーグルト、わ美味しそう。ブルーベリーにチョコかかったやつまだ見かけたことないんよ。
イスの食べ過ぎてお腹壊して林間学校行けなかった。わあ悲しい。そりゃ孤独のパセリ確かに今孤独のパセリです。私うまいね、座布団3枚うまいね。そうよ、スイパラのフルーツは別料金よ。そうなんですよ、課金課金。でも食べ放題だから安いよ。そう思ったらマンゴー、メロン、あとパイナップル、桃、すごい。生チョコも、フルーツコーナーに生チョコがあるんですけど、それが美味しくて美味しくて美味しくて。こんにちは。ね、生チョコフルーツコーナーにいた。その横に蒸し野菜コーナーがあって、その横に生野菜があって。そうだよ、もう終わっちゃう。あと2日とかで広島終わるけど、東京はまだあります。月末まであります。だからまだ間に合うかな。諦めないで。こんにちは。この前いた時食べ過ぎました。わあ、どんぐらい食べた、何皿ですか全部で。でも結構みんななんかお腹いっぱいになったって、普通に STU のやつだけどお腹いっぱいって言ってたイメージある。ラーメンとカレーとパンケーキとか食べた人お腹いっぱいって言ってた気がする。私ももう一回行きたいって思う。行けないんですよね。行きたいな。普通にコラボ終わってからも行きたいな。行きたい。何、尾崎セリカに挑戦、スイパラコラボ。でっかい、もうバケツぐらい大きいボウルにアイスを山ほど詰め込んで、生クリーム絞ってクッキートッピングして、チョコチップかけて、チョコソースかけて、コーンフレーク入れて、プリンロール乗せて、生チョコも入れて、どうかな、どうかしら。挑戦メニュー、ドリンク8杯、ひょい、ピザとパンケーキも、すごケーキ全種類食べました。すごいすごいよ、ケーキ全種類は。その中の一押しは何ですか。すごいね、全種類だ。食べ放題とか言っても全種類行こうと思ってもさ、結局入らないじゃん無理ないよ絶対に。あ、そうそう、ユミリンさんとココアさんのイベントがあるよね、もうすぐね。え、クレイジーアイスクリーム、ツイート見たけどね、食べたことない。私岡山行ったらね、あれ食べたいんですよ、カラフネヤのパフェで。岡山行く機会がないんですよね、新幹線で行かなきゃ。行きたいけど。こんにちは。私も結構さ、去年岡山プライベートで岡山どんだけ行くんってぐらい行っちゃったからね。他のとこも行かなきゃ、偏りがすごいな。おお、スイパラでさやのキーマカレー、福ちゃんのメロンソーダ、パセリのほうじ茶ラテ飲んでる。すごい合いますか、メロンソーダとほうじ茶ラテ。ありがとう、ありがとうよ本当に。パセリ色のバニラです。バニラなの？バニラなんですか？桃太郎？あの岡山駅のね、外にいるんですよ。
桃太郎みたいな、なんかすごいキュートな桃太郎がいるんですよ。ココアさんかな、前にツイッターかなんか載ったんですけど、キュルンキュルンな桃太郎がおるんよ、岡山駅に。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。そう、ポストの上のやつ、それそれです。岡山駅、この前はラジオの収録で通りました。でもそこでパン屋さんに行ってカヌレを買いました。カヌレを買ったよ。カヌレ、大手まんじゅう買えばよかったね。そう、超ねキュートなんですよ、キュルンキュルン。え、何今何やってんの、孤独のグルメ見る見る見る。もう髪の毛さ、ちょっと前髪、眉毛描いてないからな今日。眉毛ちゃん止めようかな、ピンで。今ね、メイクポーチに携帯置いて配信してる。だからちょっとね、よいしょ、オッケー、オッケー、オッケー。はい、眉毛、そう、メイクポーチに乗せてペットボトルを後ろに置いてやってる。晩ご飯ね、晩ご飯どうしよう、スーパーか何かあったらいいけど、コンビニでもいいけどね。ういー、ゴーヤチャンプル食べたいんですよね今。ゴーヤチャンプル食べたい。でも買うとさ塩分気になるから作りたいけど、ここはフライパンがないのでホテルはフライパンとか使えませんのでね、塩分を我慢するしかないのでしょうかね。ダルサハットありがとうね。ゴヤチャンプルとか結構調味料使ってそう、塩分バーって。腹ペコ、あー孤独のグルメやってるよ。無音だから何言ってるか全然わかんないけど、多分あーお腹空いたーって言ってます。よし食べに行くぞって顔してます。お店を探しています。ねえ、セブンのゴヤチャンプル大好き、美味しいよね。あ、通り過ぎたラーメン屋さん、あらカフェを通り過ぎた、うなぎ通り過ぎた、トコ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 。楽しそうだね、孤独のグルメの撮影。孤独のアイス番外編でやってくれんかな、私が参加したい。視聴率は見込めませんがぜひ視聴率全然上がらないけど、それでもよければ、あのロケ代とご飯代とで出費ばっかりあって収益がないやつだけど、それでもよければ、誰か皆さんがもしテレビ番組を作る機会があったら何を食べるの、あー美味しそう、とんかつ、とんかつ美味しそう。じ
スナラゴさんハートありがとう。フーちゃんロスチューさんハートありがとう。ねえ、話題人気店だ、いっぱい人が。いいね、楽しそう楽しそう楽しそう。松重さん小食だからきついらしい。そうなの？へえ、そうなんだ。6時をお知らせします。あ、6時のお知らせありがとう。オニオンサラダだけ夜ご飯、偉すぎ偉すぎよ。とんかつとか最近食べてない気がする。わあ、とんかつ。長崎にいた頃はね、結構家族で食べてました、とんかつ。なんかね、長崎さ、リンガーハット有名じゃないですか。で、リンガーハットと同じ系列の会社でとんかつ屋さんもあるんよ。浜勝も同じ系列だから結構長崎多くって、そうだから家族の外食はリンガーハットか浜勝か、あとはなんだろう、牛丸っていうハンバーグステーキ屋さん、そこはなんか本当に贅沢するとき、卒業式とか運動会とか、なんかそういう行事ごとのとき、誕生日とかはそこで、あと寿司とかね、とんかつ。わあ、美味しそう、食べたい、いいなあ。浜勝パセリがさ、長崎の PR 舞台のツアーでおすすめしてたハトシロールも浜勝のやつだよ。そう、広島にもね、意外といっぱいあった。浜勝、あれってさ、東京方面もあるんかいね。ね、寿司食べたいよね、わかる。そうよね、結構腹ペコだよ。移転してしまった、うわ悲しい悲しいね。ご飯食べ放題、キャベツ食べ放題じゃんね、味噌汁も食べ放題、漬物も食べ放題。東京ないの？カセオバーガー、わーいいね、バーガーもいいね、いいね、いいね。閉店してしまったのか、わあ、マジ悲しい。そっか、いろんなお店があるからね、東京は。そっか、じゃあぜひ九州とか行った時は食べてください、美味しいよ。こんばんは。どうしよう、パセキ聞く。スーパーで刺身があれば刺身がいいし、お鍋、お鍋美味しいよってコメントが今日3個ぐらいあったから、お鍋の気持ちでもあるし。困ったね。浜勝は83店舗、岡山から西。へー、そうなんだ。じゃあ瀬戸内にもあるから、みんなとんかつが恋しくなったらぜひ。パセリがちっちゃい頃から食べた味。カツ丼も美味しい。なんかさ、うどん屋さんとかの親子丼とか美味しいよね。浜カツはさ、とんかつ屋さんだからカツ丼がめっちゃ美味しい、サクサクで。コカジはさ、お断りです。こんばんは、やっほー、やーやー。もつ鍋、もつ鍋、私もつ鍋がすごいね、食べれなくて、昔矯正してたから、歯の矯正器具に肉が引っかかるからね、食べなかったんですよ。食べる習慣がなかったよ。そしたら2年ぐらい前の福岡のイベントの時に、みほりんが本場のもつ鍋は本当に味が違うからって言って食べてって言われて、食べに行った時に食べたらめちゃくちゃ美味しくて、やっぱさ、本場とかで食べるのがいいんだろうね。美味しかった。もつ鍋。
あとなんだっけ、ごまさば、ごまさばだっけ、あれ美味しかった。デザートビュッフェがある。それは知らんかった。浜カツ、すごい。何があるの、デザート、アイス、なんだね、本場博多はね、いっぱい美味しいものがあるね。ごまさば、ごまさば、あ、食べてる、とんかつ食べてる。テレビが飯テロをしてくる。とんかつの気分になっちゃったけど、絶対に明日むくむからダメです。ダメだよパセ。はい、わかりました、わかりました、ごめんなさいね。お腹すいちゃうね。そう、食べとるわ、とんかつ。いいよな、こういうさ、食べる系のお仕事の人ってさ、普段は何食べとんやろ。ギャル曽根さんとか何食べとんやろか。ヘルシーなんかな。わーわー、お嬢さん、タコ5個ありがとう。うん、孤独のグルメ見てるバレた、見てるよ。小さいケーキが食べ放題。初めて知った、初めて知ったよね。でもさ、大食いの人ってさ、胃袋の大きさを大きくしとかんといけんやん。どうしたらいいんだろうね。大きいのかな、ずっと。すごいよね、私はもう全然入らない、入る方と思ったけど、入らない方っていうのを STU に入ってから知った。ぼる塾さんは食リポした後でもご飯に行くって言ってた。いいね、いいね、いいね。ね、千穂さんのね、そう、千穂さんもさ、毎週やってるじゃないですか、テレビ派のロケ。しかも毎回美味しそうだしさ、先週かなんかのさ、ぜんざい、ぜんざいみたいなやつ気になった。あれ、入る方なんかな。ネギトロとアユ買ってきました。へー、あ、そう、ベトナムぜんざい、それ気になった。千穂さんがめっちゃ絶賛したから気になった、気になりました。いや、みほりんは普段は大食いじゃなくて、普段はすっごい食事制限の鬼だったから、よく入るなと思ってたんですよね。いや、マジで食べないな、あの人我慢してるの、ヘルシーにバナナチップスとか食べてた、むくまないように。すごいわ、すっごい気にしてたから、だって仰天ニュースに出るレベルですよ、やばいよ。たまに派だったな、みほ。ベトナムぜんざい、うなぎ。この前ツイッターでね、ナスを薄く切ってうなぎに見立てて食べるみたいな動画出てきたよ美味しいって、おすすめです書いた、お安く食べれますみたいな書いてあった。ストーチャイス旅またしたい、したいよ、したいですよ。前回呼ばれたの奇跡だと思ってる、よかった。 PR 舞台が入ってて
PR 舞台要員でこの前アイス企画呼ばれたから、よかった、美味しかった。確かにタレで焼いとけば、確かにね、確かに焼肉のタレとかもさ、結局さ、まあ、万能だから何でも美味しくなるね。やっほー、くるくるなると行きたいけどね、なかなか行けてない。お腹すいた、お腹すいた、すいた、すいた。焼き肉のタレこだわりないですね、お家にないです ね、 ね、お家にある調味料本当にさ全然ないよ。むくむのを気にしすぎちゃって。みほりん最近会ってないですね。私が帰省するときに会いたかったけど、よって時間がね、時間がさ、私朝帰るからね、難しいよ。焼肉のタレ、ブログにいたよね、リコチのやつ、ミホと会いましたみたいな、ミリと会いましたみたいなやつ、ブログで。本当はあの日私もね一緒に行きたかったんですけど、ちょうどユニバに行く日だったんですよ。プジちゃんも行くって言われたけど、ごめん大阪に行くって言って行けなかったんですよ。会いたかった、私も誘ってくれたけど、ね、まあ、生活リズムがね違いますからね、卒業しちゃうとね。こんばんは、難しいよね。食べたい、ちょっと飯テロに耐えられなくなってきた。いやー、お母さんと一緒してます、お母さんと一緒、もう下からアングルすぎて。お母さんと一緒、お姉さん変わりました、お姉さん、お姉さん変わった、お兄さんも変わった、変わっちゃったの。変わってしまったのね。ゼータンバラありがとう。私が見ないうちに取材交代していた。早いね、どんどん変わっていく。6時半までしたら配信終わるね。9時半までしたら夜ご飯タイムです。あ、パジャマでお茶マーが始まったよ。みんな多分そう、無音だけど多分そう、パジャマ着てるから多分そうです。上手に着れるかな、頑張ってる、ボタン止めて。みんなもパジャマ上手に着れますか。難しいね、頑張って。ああそうだよね、お手手がね
大変だよね。あ、ズボン履いて、頑張れ頑張れ。あ、あ、できた。できたらはいポーズ。おお。すごいね。パジャマ着ますか、みんな。パジャマ傘着るよ。ホテルでは着ない。ホテルでは次の日着ていく服を着て寝ます。やっぱりでもメステロを食らいたくなっちゃうよね。メステロを食らいたくなるのはド M なんでしょうか。あれ CM だった今。青汁おすすめされてますね。奥さんのパジャマね、8割ね。夜配信どうだろう。寂しかったっすよね。でもね、明日のねお仕事の準備をしなきゃいけなくてね、ちょっとね汗だから、先にお風呂済ませてから配信しようかな。そしたらね、その方がいい気もする、いい気もするけど、早寝したい気持ち、早起きなので早寝したいんですよ。はやんね。青汁私も一時期飲んでました。自宅療養中じゃない、なんていうっけ、監禁中じゃなくて、なんだっけ、あのコロナ禍なってすぐの時、何でしたっけ、何期っていうっけ、あれ飲んでたよ青汁毎朝。なんかあやぱんがくれたの買ったけど飲めなかったからあげるって言っていっぱい一式くれて、あそう自粛期間中だ、それのその時に飲んでた毎朝。ああみんなちゃんと伝わっててよかった、ごめんごめん。ごめん、刑事ドラマ見すぎてさ単語がちょっと物騒なんですよね、ごめんね。おかじわさん、だるまありがとう。陣来さん、シャボン玉ありがとう。青汁好きだったよ、当時。今は分かんない。多分好き。青汁。僕の悪い癖。パセした右京。相棒また見たい。みたいなドラマが多すぎるんだよね。ね。苦かった。最初は青汁ちょっと苦いなと思ったけど、だんだん癖になるし、美味しく感じてくるよ。青汁はね、もう色そのままの味って感じだった。でも私のはね、ちょっと甘かったんですよね。ガチガチじゃなかった気がする。ちょっと甘さもあってって感じでした。また始めようかな。でもああいうのってさ、始めすぎるとさ、いろいろあれこれ、逆にカロリー取りすぎてる時あるじゃないですかね。えそりゃ大変。美味しいのもあると思うけど、多分お砂糖とか入ってたりすると思うから。こんばんは。だから美味しさを取るか、ガチの栄養素だけのもう原液みたいなのを取るかってことよね。でも続けるなら美味しい方がいいかな。携帯熱くなりすぎてやっと帰ってこれました。おかえり。携帯熱くなるよね、困るよね。急な打ち合わせから戻ってきました。おかえり。おかえり。真面目に仕事してました。おかえり。えらい。
ステーキ来た、うわーステーキ来たよ、みんなステーキ、ステーキが来たよ。ステーキ食うてますよ。ステーキ。ステーキ。え、私さ、あのさ、いきなりステーキとかあるじゃん、ああいうステーキ屋さん。行ってみたいけど入る勇気なくて未だに行ってないの。本通りとかにあるんですよ、広島も。なんかあるじゃん。あのなんだっけ、やっぱりステーキとかあるけどさ。ちょっと緊張して入れないんだよね。多分これはみんながスーパー行くの緊張するってのと同じだと思うんですけど、ね、行きたい、行きたいけど注文方法難しい。ジロくんハートありがとう。ステーキ食べたいよ。うっかりあんこさんお断り。200g？ 前もねショールームで教えてもらったんよ、どれくらいが標準ですかって。150ですか200ですかって教えてもらったんよ。でもそれから結局いけてなくて。スイパラも緊張するよ。あ、スイパラじゃない、スタバ、スタバも緊張するよ未だに。だからちゃんと頼むやつをメモしていく私は。肉の種類もわからないんですよね、難しい。美味しかったら何でもいいから美味しいやつで美味しいやつでって言ったら絶対はって思われちゃう。わー、ラーメンは一人で行けます。ラーメンは余裕です。マカセロリです。ラーメン、ヒレ 200g って言ったらいいですか。焼き方しっかり焼いてください。しっかり焼いた方がいいですか。じゃあしっかり焼いてもらおう。そうする、分かった分かった。桃のフラペチーノまだ飲んでない、飲みたいよ、気になってました。お疲れ様です、こんばんは。スタバはもうあるんよ、ツイッターとかで見ればスタバカスタムとか調べたら出てくるんですよ。 YouTube とかも見ます私、スタバなんか YouTuber の爆食い企画とかのスタバ企画とか見て学んで事前予習しっかりしてでメモしていきます。このやつはなんか無脂肪とか低脂肪とかに変えれたりするやつとかけどさ、なんか多分そこを変えても結局カロリー大して変わらないからそこは私は選ばないですね。普通にしてる。だってさね、スタバを飲む覚悟でもう言ってるから、そこで低脂肪にしてもきっと体重に変化はないと思うので、ね、こんばんは。キャラメルマキアートは人生で初めて注文した時にめっちゃ緊張してカスタムめっちゃ書いて注文して受け取った瞬間にこぼしたからちょっとトラウマがあります。でもリベンジしたい気持ちもあるけどまたこぼしそうで怖いね。ジナラゴさんハートありがとう。あ、ストロー問題ね、確かに紙ストローねだんだんふやけてきて、ね、コツがいりますね。あれ頑張るね、リベンジ頑張りやす。わかる、そうなんですよ、紙ストローね飲んでるうちに口が
あの私噛まないタイプよ、ちゃんとストロー噛まないタイプだけど、だんだん狭まってきてて、こうそこをなんかそういうチョコチップとかさ、そういうのが通ってこない時あるから、コツがいります。頑張ってください皆さん、飲む時は。わあ、終わっちゃった孤独のグルメ。どうして25分だからだって、終わっちゃったんだって。そうか、ありがとうありがとう、パセと一緒に放送してくれて。今日のショールームは2人でお届けしました。そう、食べ終わってた、気づいたら。マエストロー、私今日マエストロー持ってきた。お水が怖くて。こんばんは。みんなはマイバッグとか？マイバッグもあるよ。マイバッグ、マイ、あとなんだろうね。マイストローはたまたまね入ってただけ。昨日お話し会の時に全然水飲まなかったんですよ。でもストロー入れちゃってて、それで持ってきたからストローが入ってるってだけで、普段は別にマイストローしてない。ストローは使わないか。マイ箸？マイ箸なの？マイパセリ？え？私？私なの？あ、AKB さんある？今日テレビ。ちょっと見てみる。何時からですか？広島ないからね。何時から？ねえ、お腹すいた。あ、本当だ、見っけた。ありがとう。あ、結構夜なんだね。1時半からだってみんな。ひゃー。でも17期生の MV 公開って書いてる。見たいけど明日早起きちゃんだから、早起きちゃんだからな。ねえ、寝てるなこりゃ。見たいな、でも普段見れないやつ見たいけど。寝てますねきっと。TVer で見るか、そういう時の。見たい。 MV 公開とか気になる。残業中にこそこそ見ています。会社の人、残業中にこそこそ見てる人がおりますよ。ここにエンパスは終わるから安心して残業してください。お疲れ様です。お疲れ。じゃあそろそろ終わるか。終わるかね。こそこそ仕事中に見てる人を晒していくルーム。残業お疲れ様。ちゃんと残業の分もらうんだよねえ。それではいきます。13位わわうさん、12位ゼータン、11位今もふーちゃん露出中さん、間違った、今もまだふーちゃん露出中さん、10位渡辺さん、9位しんちゃんさん、8位バラちゃん、6位間違った、7位ジュナラガさん、6位マッツさん、5位しゅんさん、4位コカジヤさん、3位クワドリさん、2位昼休みさん、1位パセリシカ。シカありがとう。パセリシカ、私はシカみたいです。ありがとうございます。やっほー、こんばんは。終わるよ。ありがとう見てくれて。またメールで送るから構ってください。それではまたね。ではまたね。バイバイ。